とリミです。はい、というわけで今回ですね、闇、そう、闇のお菓子、お菓子の闇袋ということでね、今回はね、中にお菓子が入っている袋を開けていきたいと思います。後ろなんて書いてあるの？ん？後ろはね、福袋っていう袋なんだけど、うん、前はね、闇って書いてあったの。前はね、駄菓子の闇袋って書いてある。ザ・闇。あ、1つ500円です。高っ。あ、でもさ、見て、当たり付き、この米のところに怒らないでねって書いてある。怒るのかな、うん、雑貨とか何かって書いてあるけど、でもさ、駄菓子で500円分って結構買えるじゃん。めっちゃ買える。だから怒らないでねっていうところがちょっと怖いね。なんだろう、多分18円のお菓子1個とかだね。いい、まあ、闇だからね。じゃあリミちゃん開けちゃったから、リミちゃんからでいいし。うん、いいよ、はい、なんか紙みたいな。本当？何じゃ、いいよ。あ、これがなんだろう、当たり付きってやつ？駄菓子くじだって。これはなんか買った店じゃないと意味がないかな？開けてもいい？いいよ。いいよ。お店で開けなきゃいけなかったのかな？うん、仕方ない。抜けばいいの。おらおらマックスティーシュパー。じゃあカメラに向かって開けて。シュレット。ワンゴー。お、大当たりだって。駄菓子くじ大当たり、やったねって書いてある。これ何が当たるんだろう。これ買ったとこまた行かなきゃいけないってこと？いい、うん。何それ？あ、黒ガキビール。何黒ガキビール？うん、あの子供が飲んでいいビール。っていうか、ただ水に溶かすとビールみたいなジュース。リンゴ味ってちょっとね、私は一回飲んだことない。あ、飲んだことあるの？あんまね、しほちゃんはあんま好きじゃなかった。あんま好きじゃなかった。好みじゃなかった。しーちゃん乾杯しよう。しほね、あんまり。で、後でしほ取りに行って乾杯する。リミの好きなやつだ。好きなの出たじゃん。しほが大嫌いなやつだ。しほちゃんこれ嫌い？大嫌い。へぇ。リミよく青リンゴ買ってる。うん、ね、お餅のやつ。お餅じゃないし。でもさ、お菓子屋さん。桜餅って言うんだよ、それ。書いてあるじゃん。ほんとだ。小桜餅って。しほは好きなものしか食べないから、おやつは。オレオと、もちとプリンと、あと、で、カチュ。あとなんかなんだっけ、タピオカできるやつ。グミ、うん、そう、グミのあの、ポイフルか。あ、ポイフル、ね。ポイフルとか、なんかそういう系は好きなの。うん、カツだ、ビッグカツ。これ美味しいよね。で、オレオも好きだ。そのまんまコーラ。お、私これ嫌い。だって辛くて、今はダメない。次、タバコ。あ、懐かしいね。子供の時絶対タバコ吸ってでもね、もうね、我慢できなくて噛んじゃう。チロン大丈夫？チロン大丈夫か？ちょっと待って。次、うん、じゃん。何それ？何それ？ガムかな。ガム、パパにあげよう。うん、パパにあげよう。次、キャベツ。キャベツ太郎だ。キャベツ太郎だ。だからここにキャベツって書いてあったのかな。あ、そう、何気にそこにキャベツって書いてあったんだよね。同じだ。同じだ。キャベツの22、うん、あ、じゃあしほちゃんの中にもキャベツが入ってるっぽい。全く一緒だったらどうしよう。でも膨らみが違かったよね。次、うん、次。サイダー。サイダーのラムネかな。飴じゃない、ラムネだ。最後、最後、なにそれ。ちょっと、すごいね。ゼルダの伝説のあのおばあちゃんの。違う、笑点だって、笑点。おばあちゃん、笑点の座布団。笑点の座布団だよ、リミ。すごくない？こんな笑い取れたんだって。すごいじゃん、リミ。そんな笑い取れたの何個？1,2,3,4,5 個も笑い取れたの。すごいじゃん。座布団5枚だよ。何？座布団を1枚、あの、面白い話をして、笑われたら、座布団ゲットみたいな感じ。すごいじゃん、リミ。すごい、そんなのあるの？どうですか？これ500円なんですけど、これで。てん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 。食べてもいい？うん、食べてもいい？私紹介したいんだ。
いいですか、紹介して、うん、よしを開けていきたいと思います。じゃあまずキャベツ入ってるか見てください。入ってました、やっぱりキャベツ入ってますが、キャベツ太郎絶対キャベツ入ってるよね。じゃあいただきまし見て、こんなの最初に意味もあった、くじが入ってます。あ、本当だ、くじはやっぱり、ね、当たりかな、ね、それとも外れかな、それとも大当たりかな。いきます。あ、当たりだ。しーちゃんは当たり、リミは大当たり。ゲットだって。大当たり。当たりでもゲットだ。やった。大当たりと当たりがなんか違うのかな。違うと思う。ね。じゃ今度買いに行ってこなきゃね。タバコだよ。すみません、タバコは。お菓子です。コーラ。あ、コーラ味だ。コーラがいい。はい。はい。あ、同じじゃない？もしかして。お菓子は同じなのかも。はい。味違いで。雑貨が違うんだよきっと。あ、同じだ、はい、順調に同じですね。はい、一緒でした。 あ、一緒でした。コーラ味、そうだ、そうだな、コーラ味が多いね。だけでした。あ、それガムだっけ。雑貨、雑貨何ですか。え、なんか失笑してるけど何雑貨。いきまーす。カウントダウン誰かしてる。3、2、1、GO。てってれー。なに、なにこれ、妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチ、なめくい。カバンにつけられるぬいぐるみ、ツチノコパンダ。ツチノコパンダか、登場編。へぇー、これだって。へぇー、こちらが500円だよ、みんな買ってて。ちょっとこれはしほりみちゃんにとっては怒っちゃう内容かな。だから怒らないでね。ね、怒らないでねって書いてあったから怒らないけど。ほら、ちゃんと前も撮った。でも可愛いね。てかママ結構その商店の座布団可愛いんだけど。その五段重ねの。私もこれ欲しい。それ可愛いよね、何気に。目を開ける。商店。これを机の上に置いて。うん。エイリアンこいつ置くの。エイリアンの座布団になるの。そう、エイリアンの座布団。そっか。はーい。じゃあ、結果はリミの勝ち、まあ、勝ち、勝ちっていうか、そうね、まあ、大当たりだったしね。まあ、さすがにね、ツチノコパンダちゃんよりかは良かったかな、商店の方が、うん、やかない、人によってはツチノコパンダの方がいいかもしれないしね。まあね。うん、それポケ、ポケモンじゃないわ、なんだっけ、妖怪ウォッチ見てる人だったらこっちがいってないかもしれない。そうだね。でもお菓子はさ、正直さ200円もないぐらいでしょ。ないね。ってことはそれが300円。300円。高い。一覧これあげる。でもさ、普通さ福袋みたいな感じのだとさ、少しさ余分に入ってるじゃん、うん、金額オーバー的な感じでいくら得みたいな、うん、やっぱこれは闇だね。闇です、ね、やっぱ闇袋っていうのは買わない方がいいね。いいね。なんで闇、いいね、うん、だって闇じゃん、内容が。怒らないでねって袋に書いてあるんだよ。怒るってことじゃん、要は、うん、怒らないでねって書いてあるんだから。なのでしほりみはね、ちょっと怒った。やっぱり怒った。シロン登場。キロン登場。あ、キロン最近ゾウに登れるようになって、うん、違う、ここにね、クマのぬいぐるみがあるからでっかい、ね、これが台に、台代わりになってしたら登れてるだけ。でもなんか、キロンがソファーに登れた方が2人が仲良しな気がするね。うん、僕ソファーで一緒にくっついてたりしてね。ナンシーかな。ナンシーらん。はい、じゃあね、森美ちゃんもお菓子食べてますので、はい、そして一回閉めましょう。はい、じゃあちょっといいか、ごめんな。はい、というわけで今回ですね、お菓子の闇袋を開けてみたんですけど、闇でした。検証結果、闇でした。闇でした。はい、森美ちゃん何やってんの。どうした、何してんの。闇って怖いんです。あ、怖がってんのね。ということで、はい、この動画はおしまいです。あ、最後にグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではバイバーイ。バイバーイ。私ん
コーラ。私コーラ。私ポジティブになりたい。なんで？で元気になる。え？急にどうしたの？リミ眠いの？ネガティブなの？しょうちゃん今日も、ねえねえ。今日もネガティブなの？ねえねえなんで？ねえねえリミ。しょう毎日ネガティブ。毎日ネガティブなの？ねえねえダメだよ、損するの人生。そうだからポジティブになりたいずっと思ってるんですか？ポジピクトメジュ。もう言ってんね。ポジピクトって言いたい何それ？リミちゃんはいいね、ポジティブで。ポジピクト。言えてないよ。ね、ポジティブ。ポジティブとさ、うん、なんだっけ。なんだっけ。そうメガティブじゃないネガティブだよ。メガティブってさ、何が違うの？前向きか後ろ向きかってことだよね。リミは簡単に言うと後ろ向き。リミはどうなの？わかんない。何も考えてないパターン。平和なことだよね。しほちゃんそんなにネガティブなの？どうしよう、わかんない。宿題やってたらわかんないじゃん、うん、主婦はなんでわかんないだろう。これ教わってきたのになんで主婦はわかんないだろう。なんでみんなわかんない。私がわかんないんだ。怖いよ。私答え見なくちゃわかんないの。パパにアドバイスしなくしてもらわなきゃわかんないの。なにこれ、私は人生終わってるよねとかめっちゃ考えちゃうの。ねえ。本当に、本当にそう。本当そう。僕らはトマトに嫌われる。なんでトマトに嫌われる。本当にそう、本当にそうなの。ずっと考えちゃう。これだ、これ食べて電気出しな。じゃあそれで、もし、酸っぱいのが当たったらメガティブ。いや、メガティブなの？普通当たったら、うわー当たっちゃったってさ、うんってなるじゃん。あ、いいのか、メガティブになっちゃうってことか。いい。でもさ、3個のうち1個当てられたってことでさ、逆にポジティブになれるかもしれない、はい、どう？どう？え、しおちゃんから選んでいいの？うん、次リミね、うん、次どれ？早く決めなよ。これがいい。軽いの？重さなんてわかんない、そんなちっちゃくて。あ、わかった、わかった。はい、じゃない。ママもママもなの？ママもだって3個だもん。せーの、やめきっちょ。一気に一気に、やだ、一気に。ほら、シロン来ちゃったから一気に入ってる、私。おいしい。ねえ、まずあんなに選んだのにしほちゃんもほらポジティブに生きなきゃ。やられちゃった。なんて運がいいんだろう。3個のうち1個しか入ってないのに当たっちゃったよ。やったね。やったやったね。やしほちゃんやったね。しろ、今日お祝いでステーキを食べよう。3分の1の確率で当たったよ、しほちゃん。やったね。しろ、ステーキ食べよう。やったね。いいことあるよ。いいことあるね。それ無理やり言わせてる。無理やり言わせてる。キャベツ太郎でも食べようかな。ねえ、どうしよう。はい、じゃあそうしましょう。はい、じゃあこれです、はい、バイバイ。バイバイ。グミ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 ペア。サンディーだ。